はい、こんにちは、テイカールです、えー。今回はですね、デアゴスティーニさんの週刊ナイトライダー第74号と75号の方をご紹介していきたいと思います。ただですね、74号なんですけども、74号はこちらの大きなパーツが入ってきまして、 これはすべて取り置きで、右側のドアをフレームにつける作業となっておりますので、私の方の動画では73号の動画ですでにつけてますので、えー、とこちらの方のやり方はですね、私の動画の73号の方をご視聴ください。なので、今回は75号の方を組み立てていきます。 はい、えー、それでは75号の作業なんですけども、久々のボンネット。えーと、確か、相関号で入ってきてると思います。で、相関号で作ったこちらのボンネット。 を、えー、裏返してもらうとですねここに、えー、ボンネットのヒンジがですね中途半端な感じで片っぽだけついてるんですねで今回はこっち側とあと仕上げをやっていくということになりますで必ずボンネット下にですね直接置くんじゃなくてこのような感じでですね柔らかい布を引いてから置くようにしてくださいじゃないとこちらの方傷がついてしまいます はい、えー、それではまず最初の作業ですね。こちらのパーツ、この形状のパーツがあります。このパーツをボンネットのここですね。このような形で合わせて DM のネジで留めていきます。 はいこのような形でまずはボンネットにですねヒンジの土台を取り付けますそうしたら次にヒンジをつけていくわけなんですけどもまずは長い方からこちらのパーツこのパーツをつけていきますはいでこのパーツの取り付け位置なんですけどもここここにこのように見た時にですねこちら側こちら側がこのような形でつきます はいこのような形で取り付けますで、えー、注意点なんですけどもあまりにもですねきつく締めすぎるとこれがですね動かなくなってしまうので程よく動く程度のところで、えー、締めるのをやめておきますで同様にこちらの部品もつけていきますはい、えー、で次の短い方のパーツなんですけども斜めにカットされている方がありますのでこのような形で取り付けます 使うネジは今と同じ CM ネジですね。はい。えー、それではですね、次の作業なんですけども、ここ、ここの部分に、このダンパーのパーツをつけていきます。で、こちら側からこのように、内側からですね、当てて、ここに、えー、OP ネジを使って、これはですね、タッピングビスになってますので、こちら側にビスがかかります。このように。で、 えーとこの先の作業で今度こちら側にもダンパーをつけるんですけども、こちら側はこっちから OP を入れるのではなくて、こちら側からですね、逆側から、えー、こちらのネジ、今度は SM ネジというので止めます。で、なぜこんな不可解なことになってるのか、ちょっと理由はわからないんですけども、 ここの穴の大きさとこちらの穴の大きさは、えー、違いますので説明書の通りで合ってますちょっとですねあのー、謎な展開なんですけども全く左右対称の感じで同じネジでついけそうな感じなんですけどいけないので、えー、説明書通りにやっていきますで一応ですねどちら側も、えー こちらの SM ネジでいけるのであれば SM ネジにした方がプラスネジが見えなくていいことはいいんですけども、えーとですね、こっちの穴を小さくするっていうのはちょっと難しいというか無理でこっちの穴を大きくすることができるんですよ。 で大きくすればこっちのタッピングビスで止めるっていう方法は使えるんですけどもわざわざですねプラス頭のネジを外にさらすのもなんなので説明書通りにやっていきますはいこのような形ですねこっちはだからこのような形でプラスネジが見えてしまうとだけどこっちは SM ネジで内側から締め込むのでプラスネジが見えないということですね はい。というわけで、ちょっとですね、手順の方を変えて、こっちつけた後、こっちもつけてみました。このような形で、こっちは内側からですね、このような形になります。外から見た時に。で、こっちはこちら側からネジをい,いってるので、プラスの頭が出ると。こういう形になります。これで間違ってないです。 はい、それではですね、次にボンネットのヒンジの車体側のベースですね。こちらのベースのここの部分にこのロッドをつけていきます。ダンパーのロッドですね。で、ここに CM ネジで固定するわけなんですけど、ここもここも後ほど CM ネジで固定するので、3つともですね、3箇所ともネジ山をまず作っておきます。それからこのロッドをつけていきます。 はい、で、後ほど左側も同じように作るので同じ作業をやっておきますねはい、えー、それでは今作ったこちらの部品をつけていくわけなんですけども向きはですねこのような向きになりますこれがこうつきますで、えー、このダンパーがまずですねこのシリンダーの中に入るわけですねこのような感じででこれが入ってこれが、えー、ここここ でこの長いい方がここっちにつくとはか、いえー、かりますかねこのような形でまずこのシリンダーの中にダンパーのロッドを入れて短い方がここですねここについて長い方がここでどっちも CM ネジで2箇所締め込んでいくということです。 はい。というわけで、ちょっと複雑なヒンジなんですけど、このような形になります。そうすると、これがですね、車体側についていて、どういう開き方するかっていうと、ボンネットが一回前の方にこう、水平に浮き上がって、少し前の方に出るんですね。それからこう、上に上がる感じになります。かなりですね、かっこいいんですね、これね。実写だとかなりかっこいいです。はい。えー、それではこちら側ですね。左側も同様に、こちらのパーツをつけていきます。 で今ですねちょっとダンパー入れようとしたらかなりきつかったのでちょっと削った方がいいですねあ,のある程度抵抗になるようにできてるので削りすぎてゆるゆるにはならないようにした方がいいですねはいこんな感じでまああのななんとなく油圧ダンパーっぽいっぽい動きになればいいかなと思います はい。というわけで、ボンネットのヒンジが両方つきました。これで今回のですね、75号の作業が終了となります。はい。えー、で、こちらのパーツはですね、取り置きとなりますので、なくさないように取っておいてください。というわけで、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。